はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日は1月31日に発売されましたこちら、アニアアニマルアドベンチャーの恐竜2つを見ていきたいと思います。アニアの恐竜久々の発売ですよね。アニアジュラシックワールド以来ですかね。なんで楽しみに待ってた方おられると思うんですけど、早速ね見ていきたいと思います。まず一つ目は AL17 のスティラコサウルスを見ていきます。中には図鑑カードが2枚入ってるみたいですね。パッケージの絵はこんな感じです。うわ、迫力ある感じですね。でギミックで首が動くようになってるみたいですね。はい、箱をくるくるっと回すと後ろには説明書きがされてます。で分類が書いてあって、学名の意味ですね、スパイクのトカゲで、特徴が書いてあって、中型の角竜で鼻の上にはほぼまっすぐに伸びる長い角があります。襟飾りの縁に2対もしくは3対の長いスパイクがあります。全長はね約ね 5.5 メートルで、植生は植物食ってなってますね。では箱から出します。じゃ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 ん、かっこいいかっこいい。あと中に図鑑カードですね。図鑑カードはこんな感じで、日本語と英語で書いたのが入ってましたね。くるっと回すと裏はこんな感じです。ではね、袋から恐竜を取り出して、おお、かっこいい。まずはね、くるっと回すとこんな感じですね。すごいすごいすごい、もうめちゃめちゃ細かい作りだ。では机の上に置いてね、じっくり見ていきますね。まず顔はこんな感じ、迫力ありますね。でちょっとね、くちばしが開いてる感じで、口が開いてるような感じですよね。で目は黄色になってて、一番前のこの角がねすっごい長くてかっこいい。あと色はね真っ白じゃなくてちょっとね黄ばんだ感じになってて、これもまたねすごいリアルな感じになってるんですよね。で襟飾りのところの角もいっぱい生えてて、かっこいいですねこれ。でここはねオレンジ色と黒色に塗装されててね、すごいなんかおしゃれな感じのね恐竜に見えますよね。でギミックでこんな感じで首が動くようになってます。で体なんですけどね、体の塗装がね本当にすごくて、上の方はねなんだろう、これちょっと黄色っぽい黄ばんだ感じになってて、下に行くにつれてちょっとグレー色になってて、で足のね付け根あたり、この辺はちょっと濃くなってるんですよね。すごい影みたいになってて、すっごいリアルです。あと、シワなんかもあってね、本当にリアルな作りになってますね。足はね意外とスリムなんですよね。前足の方が短くて後ろ足の方が長いですね。でさすがアニア、爪なんかも白色でね綺麗に塗装されてて、本当にこの辺も細かい作りです。で下から見るとこんな感じで、尻尾はね結構短めになってますね。左の前足はちょっとね曲がった感じになってて、ちょっとポーズをとってるような感じになってますね。まあよく似てるのがこちらですね、トリケラトプスとちょっと似てるんで、まあ間違えることはないと思いますけど、購入するときにね間違えないように注意してくださいね。あ、トリケラトプスの方が大きいんだ、同じだと思ってたけど違いますね、トリケラトプスの方が大きい。意外でしたね。トミカじゃないけど新しいからか、今回の、スティラコサウルスの方が、なんか作りがいい気がしますね。それでは2つ目 AL18 のパラサウロロフスを見ていきます。これもですね、中に図鑑カードが2枚入ってますね。ギミックは首が動いて尻尾が動いて足が動くようになってますね。はい、箱をくるくるっと回すと後ろには説明書きがあって、分類は長板類に長脚類となってて、学名の意味はサウロロフスに近いものってなってますね。特徴は頭の後ろに向かって伸びる特徴的なトサカがあります。ランベオサウルス類のトサカの役割を研究するきっかけになった恐竜として有名で、しかしながら見つかっている化石はわずかしかないみたいですね。で全長が約10メートルと結構大きいですね。で食性は植物食になってます。さっきのねスティラコサウルスが 5.5 メートルだったから、それよりもね倍近く大きいんですね。あ、意外。
中にはこちら図鑑カード日本語バージョンと英語バージョンの2枚が入ってました。ではね、袋から恐竜を取り出します。あー、これはかなりカラフルだ。すごい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 。で、形がねちょっと変わってますね。まずね、ぐるっと回すとこんな感じ。お、すっごい綺麗なグリーン。ではね、机の上にセットして、はい、こんな感じですかね。顔はね、こんな感じ。特徴的なトサカありますね。この辺はね、なんかオレンジ色になってる。すごいね、綺麗な色ですね。前の方はグリーンになってて、口が開いてるんですけど、中にはね、ちゃんと舌も塗装されてますね。この辺細かい。で、目が割とちっちゃくて、ギミックで、こんな感じでね、頭が動いて、あとね、首が動くようになってますね。こことここが動くから、すごいね、いろんなポーズできますね。で、ちょっと首は長めになってて、体なんですけどね、すっごいここ。なんだろう、ここだけポコってなってる。ちょっと変わった感じの形ですよね。反対側も同じように、ここがね、ポコって膨らんでるんですよ。すごい。で、背中のあたりは、かなりね、青っぽい感じのグリーンになってて、すっごい綺麗な色ですね。で、体の横と下ら辺は、ちょっとキーグリーンっぽい感じですね。で、これも肌のシワなんかもあってね、かなりリアルに作られてますね。で、足なんですけど、これ足って言っていいのかな？かなりね、前足は細くなってて、もう腕みたいな感じですよね。で、後ろ足はね、前足よりかはがっちりした感じになってます。でも、速そうな足してる。で、爪は茶色にね、綺麗に塗装されてます。で、下から見るとこんな感じで、で、ギミックでね、足がこんな感じで動くようになってますね。で、最後尻尾、割と長くてこんな感じで可動するようになってます。パラサウロロフスもね、かなりね、作りが良かったですね。色がとにかく綺麗で、このね、体の作りも細かいラインなんかが本当によくできてましたね。で、なんかね、比べるのないかなって思って、取り出したのがこちら、ベロキラプトル。はい、ベロキラプトルをね、横に置くとこんな感じ。まあ、あんまり変わんないですね。てか、同じぐらいって感じですか。ちょっとこっちの方が大きい気はするけど、本当に、こうやって見ると本当にトサカが特徴的ですよね。ちょっと変わってますね。はい、今回は新しく発売されましたアニアの恐竜ステラコサウルスとパラサウロロフスをご紹介しました。いや、2体ともね、本当に作りが良くて、さっきも言ったんだけど、トミカみたいにね、どんどん作りが良くなってきてる気がしますね。できればね、アニアの恐竜も毎月ね、新しいのが発売するぐらいになったらかなりね、嬉しいんですけど。で、今回ご紹介した恐竜と、同じ日に、はい、こちら、大きなアニア恐竜ワイルドパークっていうのも発売されて、すっごい楽しそうなマップにこのね、情景パーツも入ってて、あとなんとフィギュアがね、2体も入ってるんですよ。めちゃめちゃ楽しそうなおもちゃになってるんですけど、これはまたね、後日動画の方で、ご紹介しますんで、よろしかったらぜひね、そちらの方も見に来てください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。